私の専門は美術史ですね。愛媛大学の中では芸術学という、芸術学は私の美術史ともう一人の先生の舞踊学というのがあって、それで私が担当しているのは美術史の方ですね。美術史は皆さん高校の時に歴史の流れの中でその時代にどういう絵画が描かれていたかっていうのを習っていたと思うんだけど、それをこう美術だけに特化して歴史の流れで学ぶのが美術史なんですよね。そうですね、まあ、絵だけじゃなくて彫刻とかデザインとか写真とかそういういろんなジャンルが入ってきますけど、まあ、私がやってるのは大体主に絵画を中心に。美術史の研究分野ってこの地域的なことと時代的なことがあって、で私が研究している対象は主にドイツと、あとドイツと対象にする形で日本の美術の歴史についてもやってます。で時代も古くからギリシャ時代とかの頃から美術の研究というものはあるんですが、私が主にやっているのは19世紀後半から20世紀初頭にかけて、時代区分でいうと近代って言われているところの日本とドイツの美術をこう対応させながら研究しています。研究内容は、前はドイツの美術のいろんな仕組みが日本の美術にどういった影響を与えているかというのを研究していたんですが、今は反対に日本美術がヨーロッパの近代の美術にどういう影響を与えていたか、研究分野ではジャポニスムって言われる日本美術がヨーロッパで流行したっていう、私は今ジャポニスムを研究しています。具体例は日本の浮世絵が印象主義の画家たちに影響を与えたって、例えばヨーロッパの絵画の伝統では市民の日常を描くっていうことしてきてないんですよね。やっぱり歴史的に重要な権力を持った人たちを描くっていうのが絵画だったんだけど、それが日本の浮世絵がヨーロッパに入ってくると、こういうふうに、これ北斎の浮世絵なんですけど、普通の人々の、名もない人々の日常生活を描いてますよね。例えばこういうお風呂に入ってるようなシーンとか、でそういうのに西洋の画家たちは衝撃を受けて、こういう何でもない日常でも画題になるんだっていうことで、新しい画題としてこういう市民の日常っていうものが西洋絵画には描かれ始めたっていうのが。高校の科目はですね、これ美術の結構難しいところで、美術って2つに分かれると思うんですよね。こういう美術がどういった形で発展してきたかっていう学問みたいな形で勉強する美術と、そうじゃなくて実技で自分が作る方、日本のこの教育システムの中ではその実技の方に重きが置かれていて、世界の歴史の中でもうほんの一部でしかなく、点と点になって世界史の中に入ってくるって感じだから、美術史はそうじゃなくてもう美術だけを取り上げて、こう美術がどういった流れで現代に至っているのかっていうのをやっていくから、そこが全然高校で習う美術とは違いますね。追っかけられてる感じ。ここが芸術学の学生さんが勉強するゼミ室と言われているところで、ここで、みんなで自分がどういう研究をしているのかを研究発表したりする場所ですね。絵の画集がたくさんあるんですよね。だからこういったものが研究資料になりますね。で、美術史の研究の中では、自分が今から研究しようと思う一枚の絵をじっくり見るっていうのが一番重要なんですよね。画集でその絵にの中に何が描かれているのかっていうのを細部までじっくり見つめて、でそこの中から疑問点を浮かび上がらせるっていう、この絵のことを知ろうと思うと、その背景にある物事を本を介して研究していかないといけないので、やっぱり本を読むのも好きっていう人も向いてますね。あとはさっきの
絵で言ったように、絵の中に謎を見つけてそれを解明していくっていう行為だから、そういう謎解きのようなことが好きな人も向いていると思いますね。私の指導学生の中で多いのは、自分で絵を描くのが好きっていう人ももちろん多いですね。だけどそうじゃなくて、見るのが好きっていう人もいて、自分は絵を描かないんだけど美術館に行ったりして絵を見るのがとても好きっていう人も向いてると思いますね。そうですね、この美術史を学びたいと思うんだったら、一応の美術史の流れを覚えておいた方が、大学に入ってからの勉強がスムーズにいくので、そんなに厚くない本で入門書みたいな形で美術の歴史をまとめている本って結構あるんですよね。美術の本っていうのは絵がいっぱい入ってるから見るだけで割と楽しいので、ゴシックからこの現代に至るまでどういう美術の傾向がゴシック、ルネッサンス、バロックっていう感じであるから、そういう一連の流れをなんとなく頭の中に入れておくと、スムーズにこう大学の勉強に移行できると思います。